こんにちは、武蔵野学院大学学長の高橋です。私はこんな経歴でいろいろなお話をさせていただいております。ぜひ皆様に聞き流しでもお楽しみいただければ幸いです。それでは開始。ただいま今これ好評発売中。どうする家康、ここワンポイント。清須会議をうまく利用した家康。どんどん南紀町ね、はい、清須会議で家康は呼ばれませんでしたというふうに前も喋ったんですが、はい、呼ばれなかったのか行く気はなかったのか、でも気は使ってもらったのか、結構微妙で家康なんだかんだ言ってうまく使ってるんですよ、はい、ですからこの清須会議とは何なのかっていうことをご説明するとともに、家康がその清須会議をどのように利用したのか活用したのかってところを今回はポイントにしたいと思っています。よろしくお願いします。では行ってみたいと思います。清須会議と家康ということですが、これは織田信長信忠死後の織田家の体制を決める清須会議というのは間違いではありません、これ映画の清須会議の写真ですね、はい、三谷幸喜さんの小説もあって映画になりましたよね、これが4人いますよね、はい、でこれがですね、織田家宿老と呼ばれていた4人、柴田勝家、丹羽長秀、羽柴秀吉、池田恒興、この4名なんです、で、同じく宿老に滝川一益も数えられていたんですが、滝川は、武田領の後上野国を任されていて、ここで踏ん張って本能寺があったからって逃げませんでした、ところが北条氏がいち早く攻め込んで滝川は負けます。そして領地の伊勢に帰還する途上だったので不参加の形になっています。で家康も呼ばれていないのか行かなかったのかいません、清須会議っていうとなんか大勢いそうですけれども、決められるメンバーはたった4人ということになります。で秀吉はこの宿老と呼ばれる中では最下層、年もそうだし位置づけも下でした。ところが光秀を討伐したので有利な立場にいます。で筆頭の勝家は武骨ね、この役所広司さんのやつですね。で丹羽長秀は良識派、池田恒興は意外に打算的で嫌なやつに描かれるケースが多いんですけれども、この人はお母さんが信長の乳母だったんで父兄弟なんですね。ですから結構そういう親戚筋みたいな扱いなので結構鼻が高かったとも言われています。ですから恒興はまあちょっとなんていうんですかね、ワイルドカード的な存在みたいなのがよくこの清須会議で言われるような話になっています。ですが実績には乏しいんですけれども、山崎の戦いではこの人も、急遽参加して活躍してます、はい、ですから秀吉の推薦で4人目として滑り込んだっていう感じなのが池田です、まあこの4名なんですが、当然ながら今回クローズアップされるであろう次男の信雄、三男の信孝は、不参加です。ですが両者とも家督相続を主張していたとされています。ですから決めるのは宿老であって、はい、別に対象者ではないということですよね、結論的には信孝の嫡男である三王子が3歳で当主となって、信雄と信孝は後見に、四重臣が執権となり補佐する体制となったという結論になって、信雄も信孝も結局家督は持てず、信忠のわずか3歳、ドラマではこれ数えの3歳なんで万で2歳ってやるみたいですけれども、はい、2歳の子供である三王子後の秀信が、当主という形で決定したという形になっています。まあでもこの会議でよく言われるのは、ここで勝家と秀吉が対立したと、それで賤ヶ岳の戦い等になっていくっていうのがよくある話なんです。なぜなら川澄太閤記では秀吉が三王子を推して勝家が信孝を推したと書いてあるんですよ、はい、で三男なのに信孝なの、次男の信雄はっていうんだけど、まあ、多分信雄はちょっと能力が低いと見たんでしょう。で対立したんだけど勝家が折れて、4日後秀吉がなぜだか三王子を抱きかかえて登場したことによって他の三重臣がそこで「ははー」とひれ伏したというふうに川澄太閤記では書いてあるんですね。なんでこの秀吉が三王将を押すとともに勝家が信孝を押して対立したと。だけど結局秀吉の意見が通ったよみたいな印象ですよね、はい、で両者対立みたいな感じですよね、うん、ところが、どうする家康の時代考証もやってらっしゃる柴裕之さん、これ私ずっと間違えて平山、ね、優さんって言ってたんですけど、はい、これ同じ時代考証やってるけど柴さんなんですよね、うん、まあ訂正入れましたけど大変失礼しました。まあ柴さんは清須会議って本がありましてね、はい、それで見たんですけど、柴さんはそもそも家督を保有する信忠がいた、つまり信長はもう信忠に家督を譲ってるんですよ、うん、ですから家督を持ってるの信忠ですよね、はい、で2人とも死んじゃいましたって言ったら信長の後継者は関係ないだろうって、うん、織田家の家督は信忠が持ってんだから、その嫡男の三王子以外に正当な後継者なんかいるわけないでしょと。しかも伊賀越えで家康が三王子を確保しようとして岐阜に向かったって言ったんで岐阜城にいたんですけども、はい、このタイミングでは三王子は避難のために清須城にいました、うん、ってことは三王子のいる場所で会議が開かれてんだから三王子以外にして選ぶはずないでしょと、はい、いうのがまあ主に柴先生の言っている理論です、うん、なるほどと思いますよね、うん、ですから一言で言うと対立する余地なんかもないし後継者を選ぶ気なんかもないし、ただの三王子体制は当たり前で、それをどのような形で実現するかっていう、そこを明確化して広く伝えなきゃいけないと、はいはい、そうしないと変な争いが出ちゃうから、だから三王子体制はこうやりますよっていうのを四重臣が集まって決めましたよという形なんですね、うん、ですから清須会議で秀吉が主導権を握るきっかけにはなったかもしれません。光秀を倒した後ですし、はい、しかしここで勝家と秀吉で対立を明確にし始めたっていうのはちょっとおかしい話になっちゃうんです、うん、でも一方ではね、この会議の中でその領地を再配分したんですよ、話し合って。結果として秀吉が勝家の領地を上回ることになったんです。秀吉うまいですよね、はい、だからお市の方が勝家と再婚したのも秀吉が気を使ったという説もあるんですよ。秀吉もお市の方はいいなと女好きな人だから思ってたけど、勝家にうまくその譲ったというか、うん、そのバーターしたというか、はいはい、そういう空気だったというような説も出ているぐらい、まあ秀吉もいろいろ気を使いながらも結果的に勝家よりも領地が増えちゃった。ってことは力関係は変化しますよね。そうです。でここで笑うのは、来れなかった滝川とかは大損するわけですよ、うん、間に合わなかったばっかりに、うん、もう欠席裁判状態、いないやつが悪いみたいな、そういうような状態になってってしまったわけですよね。だから会議といえどもそういうムードだったんだと思います、うん、で今回と次回でこれ本能寺もあった年は1582年ですよね、はい、以後パニックと覚えるわけなんですよ、よく受験ではね。ですから以後パニックの年にやっぱあったことなんで、もうとにかくバンバカバンバカ決めちゃえよという空気だったんじゃないかというふうにまあ思えるわけですよね、はい、でもこういうような力関係を変化させたことが秩序を変えることにもなり、うん、新たな対立の火種を生むことになったことだけは確かですね、はい、でそれが秀吉と勝家の対立につながるというふうに考えるのが普通なんじゃないかというふうに感じています。そんな中、肝心な家康はっていうことですね、はい、で伊賀越えにも申し上げましたけれども、信孝の軍勢がいるのに信孝の軍勢がに加わらず、うん、それでショートカットして帰る、はい、じゃあなんでそんなに急いで帰るのっていうことになると、その間のいろんな書簡や記録では三王子を報じて織田家の主導権を握ろうというか、まあ光秀を倒して、ね、信長の大恩に報いるんだっていう形なんですけども、うん、まあそういう狙いがあったと正直、はい、ところが結局家康は秀吉に先を越されました、うん、実際は6月4日に岡崎に着いてるのに雨が降ったとか、まあ、武田川を見てたとか10日ほど出陣しなかったんですよね、はいはい、だからこの間に状況が変わっちゃったわけですよ、うん、ですからまあ言うほどじゃなかったのかもしれませんが、そういうことを考えてと早々に書いたはずなのに、結局それが無理だということになったんで、もう家康は賢いですから、はい、すかさず旧武田領への進出の了解を求めていたとされます。だから申し入れてるんですよ、はいはい、で記録を見ると6月の19日に結局鳴海まで行ってるんだけど、秀吉側が兵を進めてきて、でもう我々がやったから帰ってくれと、はい、いうことで帰ったわけですよ。それ6月の19日なのに、これ6月27日ですからね、だけどその間にちゃんと旧武田領への進出の了解を求めたんですね。ところが武田領を取ってから2ヶ月ぐらいしか経ってないです、はい、で織田信長が分けてるわけじゃないですか、いろいろと。でそれを無視して急に全部家康でいいよんって言えます？言わないです。普通言えないですよね。だから重臣たちは当然旧武田領の奪還を方針としていたわけですよ。元の通りに戻せと、ところが結局この会議において家康の申し入れを受け入れて旧武田領の家康平定を容認するんです。家康も作戦だってません、はいですから結局家康は帝としては家臣じゃないけれども、だけど20年も信長と同盟してきたんで相当重みはあるわけですよね、今回出てる人たちと比べても、はい、ね。だからそういうことを考えていくと、そういう無視はできない存在であったことをいいことにというか、そこをうまく利用して結局そこをひっくり返しちゃって、ってことはここから武田領に行くにあたっては織田家の後押しがあるってことですよ。織田家も認めてるということですよ、はいはい、手回しいいですよね。ですから結局そこで天神神護の変で競い合う北条は武田の甲州征伐では活躍したのに信長に愛されず領地はもらえない。ですから天神事故の時も本能寺直後に一番最初に一躍バーンと動いたのは北条なんですよ、力強くにもかかわらず裏で織田家からはいやいや旧武田領は徳川さんの方で中心にとか話がついちゃってるわけです、はい、もっとまずいのは滝川一益なんか上野持ってたわけですよね、でもっと言うとその沼尻秀隆っていうのはいわゆる甲斐の国持ってた人がいいんですよ、はい、で他のいろんな人は逃げちゃったんですよ、本能寺のと領地に帰っちゃった。ところが滝川と沼尻はそこに踏ん張って維持しようとしたんですよ、結局そこから数週間経ったらいや徳川さんで、まあその前にもう沼尻はやられちゃってるんですけども、はい、これ突然ないですよね。そういう決定を平気でしちゃったというのがまたこの清須会議のビッグなとこなんじゃないかなと私個人は感じています。まあ、いずれにしても清須会議は三王子という体制を明確化して、はい、領地を再配分すると同時に家康はいなかったんだけどやっぱり準じるメンバー的な重みがあったもんですから、そこでうまく武田領は俺なって言ってみんなに認めさせた、そういう賢い会議としてまあ結構効力を発揮したわけですよね、でまあ終了ということになったわけですが、この6月の後もう10月から11月初頭にかけては信孝が岐阜城で三王子を確保し続けたことをきっかけにして、これ何が言いたいかっていうと三王子は安土城に入るはずだったんですよ、はい、はい、この会議の約束では。ところが信孝からすると三王子を手放すとはやばくないです、で自分は美濃をもらってるから岐阜に三王子はいますよね、はい、三王子を行かせないんですよ、やばいから、でそれをきっかけにすると同時に秀吉は信孝と勝家の謀反を理由に清須会議の決定を反故にしました。わずか数ヶ月で信勝を家督に据えると残りの30子で決定。つまりこれは何を意味しているかっていうと、いきなり終わるやいなや信勝と秀吉は急接近したんです、ですから信孝はやばいんで勝家とくっつきません、はい、っていう対立構図がこの会議の後にばっくりできちゃったんですよ。ですから当然秀吉と勝家は対立しますよね、はい、で結局まあ武骨な勝家はそんな策をね、浪しないよと、秀吉はいろんなところ外堀埋めていくというところで、もう10月になっちゃうとなんかその信孝と勝家が悪いという空気を作られ、清須会議の決定はなしよと、三法師じゃなくて信勝ですよってことになっちゃった。で信勝が家督に据えるという形になりますと。でこれに対して家康は清須会議のメンバーに準ずる立場として承認を求められたと言われ、12月まで渋った挙句、信勝に祝意を表したことで、承認したと言われています。ですからなんかドラマではちょっとなんか勝家とその秀吉の対立でお市がその家康様が助けてくれるのをみたいなのを、まだちょっとドラマ見てないですけど描いたかのように出ていますけれども、もうその前にこの会議で武田領をもらうって言って、じゃあこれ信勝さんねって言って、どっちかっていうと秀吉側に渋りながらもくっついちゃってるわけですよね。ただ勝家に味方できます？できないです。できないんですよ。だから結局はそんなようなこともできるはずもなく、結局秀吉はうまいこと勝家関係者や信孝なんかはもうこの10月ぐらいからどんどん攻めてって、信孝も一回攻められて和議を結んでるんですよ。で翌年賤ヶ岳の戦いで勝家を破り、そして北の庄城で自害に勝家を追い込みましたと。したら今度は信孝も捕まえて知多半島の方までわざわざ岐阜から連れてって、なんで連れてったんだかよくわかんないですけど、そこで自害に追い込む。だから当然信孝は報いを待てや羽柴筑前という恨みがましいような歌も読んで、その秀吉に対してなんだこいつと思いながら自害に追い込まれてしまう。こういうふうになればですね、信勝生きてますけど秀吉からしたらもう完全に主導権一気に握れましたよね。ですから1582年の6月2日に本能寺の変があって、もう翌年早々にはもう完全に秀吉が全体をグリップしたってことになりますよね。ですからこの後小牧長久手とかもありますけれども、もう秀吉からしたらあっという間に織田家を抑えてしまったというような形になるのがこの清須会議とその後の動きという形になると思います。いかがですか南紀師匠。いや秀吉はもうすごい考えてたのかなずっとっていう、やっぱりね賢いんだよ。場を読んでるんですね。で特に秀吉っていうのは作戦っていうよりその場その場で調略をして、すごく人たらし的にこう味方を増やしたり、その向こう側から寝返らせたりっていうのがめっちゃめちゃ得意な人ですから、だからそういう瞬発力が人並みじゃないんでしょうね。いずれにしてもその秀吉の鋭さがあることとか、もしくは財力に対する気前の良さもあったと。いいよいいよって言って、その気前よくやってくれたら信頼されますよね。だからそういう非常に上手な秀吉の作戦が短期間でここまでのものを作り上げたんじゃないかというふうにも感じています。今回の動画は以上です。南紀師匠とお送りしました。それではまた。